愛がなんだは、角田光代による恋愛小説。2003年3月14日にダヴィンチブックスより、刊行された。恋愛依存型の主人公、山田照子が、仕事や友人を亡くしてでも、心底惚れてしまった男性に執着する姿を描いた、究極の片思い小説。岸幸の主演で、実写映画化され、2019年4月に公開された。 山田照子本作の主人公、東京グローバルサービスに勤める28歳。物事を深く考えすぎたり、恋愛に依存する傾向があり、相手が引いてしまうほど尽くしすぎるため学生時代の彼氏には何度も浮気されていた。守に出会ってからは、仕事そっちのけで彼との予定を優先しており、無断欠勤も続いたため、正社員として勤めていた会社を解雇される。守のためなら、 徹夜で野球のチケットを取ったり、呼ばれたら、深夜でもすぐに駆けつけるなど盲目状態だが気持ちは一方通行で、彼からの行為は返ってこない。一時は、ひたむきに尽くし続けた会もあって守るとの関係もうまくいくかと思われたが、テール子のある発言がきっかけで連絡はぱったりと途絶えてしまう。その後、数ヶ月ぶりに彼から連絡が来た際には、浮かれ気分で会いに行くが、 自分とはまるで正反対の女性、塚越すみれを紹介されてしまう。別れ際に、今日は恋人を紹介する会だったのかと守るに探りを入れるが、山田さんのそういうところが苦手だと一周される。放心状態のまましばらく部屋に引きこもり、自堕落な生活を送るが、失業給付金がもらえないことが判明したため、近所の健康ランドでアルバイトを始める。相変わらず、 守からの連絡をチェックする癖は抜けず、仕事中に電話に出ることもあり、前職同様、同僚からは、冷ややかな目で見られている。自身の思い人である守から好意を寄せられている、すみれに対しては、複雑な感情を抱きつつも、自分にはない魅力を持つ彼女を嫌いになれず、二人きりで食事に行くような仲になる。田中守出版社に勤める27歳。 小柄でひょろりと痩せた指の綺麗な男性で、テール子からは、マモちゃんと呼ばれている。テール子とは飲み会で出会って、以来しょっちゅう飲みに行ったり、お互いの家を行き来する仲だが、決して恋人ではない。人とに詰まった関係を持つことが嫌な人間だったが、スミレに対しては、積極的に尽くしており、食べたがっていた新発売のチョコレートを渡したり、海に行きたいと言われたら、 友人から別荘を借りたりとあれこれアプローチしているが、のみ友達泊まり。その反面テルコには無意識に甘えており、家事や各種振り込みを頼んだり、前日のチョコレートを買いに行かせたりしている。テルコの性格を逆自式過剰を表し苦手だと告げるが、テルコ曰く鈍感で人としての品がいいため、彼女の下心や嘘には気づいていない。 自身を貧相で格好悪い男だと卑下しており、スミレからの気持ちに脈がないことも自覚しているが、諦めきれず、無神経にもテルコに恋愛相談をしている。坂本洋子テルコの数少ない友人、母親と二人暮らし、ライター業のため、様々なプロダクション関係者との交流がある。テルコとは10年以上の付き合いで、性格や恋愛事情を熟知している。一見ま,まで、 冷たい物言いが目立つが、テール子からの連絡がないことを心配し家を訪れる、優しい面もある。テール子とマモルの関係性にはたびたび苦言を呈して、いるが彼女は全く聞く耳を持たないため、中は呆れている。中原をはじめ、男性の影は、複数あるが誰のことも本気で思ってはおらず、送迎や使いっ走りなど、都合のいい存在として扱っているため母親からは、 一生一人者だろうと言われていた。中原陽子に思いを寄せる青年。彼女には都合よく扱われており、使いっぱしりもさせられているが、まるで中堅のように従っている。二人の関係を見兼ねたてる子は、陽子のいない暇に彼女は何様なのだと愚痴をこぼすが、陽子さんは優しくて素敵な人だと呑気に否定した。陽子の家には何度も来ているようで、 大晦日にも食事に呼ばれたが、肝心の彼女は仕事関係者とのパーティーに行ってしまったため、同じ境遇のテルコと語り合い年を越した。塚越スミレイマモルが惹かれている女性。熟で事務職をしている。30歳だが、大色のロングヘアに派手な服装で、初対面のテルコからは、内心ひどくこきおろされていた。守とは合コンで知り合い。 好意を寄せられているが全く相手にしていない。登場シーンではほとんどお酒を飲んでおり、なおかつ、ヘビースモーカー。サバサバとした、飾らない性格で友達も多く、自身とはタイプの違うテルコに対しても自宅に誘ったり、誕生日プレゼントを渡したりと、親しげに接している。テルコの守るへの気持ちに気づいており、二人が付き合えば、うまくいくと話す。 2019年4月19日にテアトル新宿田全国にて公開された。主演は岸ゆきの第31回東京国際映画祭コンペティション部門出品作品。当初は全国72巻で公開されたが、10代後半から30代の女性やカップルを中心に SNS や口コミで評判となり、独立系の低予算作品としてはあまり例を見ない。 ロングランヒットを記録。2019年6月時点で152巻まで上映感が拡大された。ありがとうございます。